この3つが必要な即興プレゼンバトルでございます。生徒会長、こんちゃん、福山の研究さん、メガネ世代、よろしくお願いします。皆様拍手お願いします。まこと、子供には何歳から持たせる。それではシンキングタイムスタートです。太鼓と言われながらも IT リテラシーというのは 2.9 です。いや、僕から分かるとかってのもあるじゃないですか。私は知らないです今日は私アルバイトしていた時にここのオーナーと出会うことができたので、そのテクノロジーがあるのが前提。必要な時に必要なタイミングで連絡するんですよ。エルビスさんいます。それでは第1回司法試験の決勝を始めてまいりたいと思います。あなたの寿命あと1週間どう生きる？売れないんですよ。もうそんなとこバンバン出ます。バンバン。まあ僕がいなくなってから、話題に出るということを一つの目標にしてます。はい、はい、進化しよう。チーフェーズ 75% ダーシバー東京酒場シンポシオン代表福山市議会議員の貝原大和です。普段生活していると気になることやいろんな考え方があるようなルール、そういったお題をテーマに即興のプレゼンバトルをしていただきます。皆様の参加をお待ちしてます。